一般的な曲の構成、ガロティン。今回はガロティンの一般的な曲の構成についてお話ししたいと思います。一口にフラメンコと言ってもいろいろな曲種があります。曲種というのは曲の種類のことで、パロやヌメロと言ったりします。例えば3拍子系の曲種であれば、セビジャーナスやファンダンゴスデウィルバ。4拍子系の曲種であれば、ティエントやガロティンやタンゴデマラガなど、12拍子系の曲種であれば、ブレリアやグアヒラ、アレグリアスやソレアなどなどといった感じで、主にリズムで曲種が分けられます。基本的には踊り手やそのお教室によって構成が異なります。そう、曲の構成です。普通ポップスなどであれば A メロがあって B メロがあってサビがあってね、1番があったら2番があってというふうに大体構成、曲の構成は決まっているものなんですが、ところがフラメンコは面白いもので曲の構成が決まっているわけではないんです。どういうことかというと、またまたポップスに例えると、例えばいきなりサビから始まって、B メロを歌って、A メロを歌って、間奏があって、今度は A メロがあって、B メロがあって、で、長い間奏があって、で、最後にエンディングみたいな感じで、じゃあ、それはまた違う踊り手だと、また全然違う、今度は A メロ、B メロ、C メロがあって、みたいな感じで、踊り手によって、そして踊りの教室によって、同じ曲種でも構成が全く変わるんです。なので我々ギタリストは一番初めに構成を教えてくださいと尋ねることがあります。どういう順番で、どういう構成で踊られるのかわからないと、まあ、伴奏がある意味しづらいんですよね。もちろんプロの現場であれば構成を説明せずにその場でパパパパッとね合わせることはできるんですが、やはり踊りの教室で生徒さんの伴奏をするとなると、あらかじめ構成を分かっておいた方がこちらもスムーズに伴奏がしやすいので、基本的には構成を聞くようにしています。なのでフラメンコの踊りを踊っているというあなたも、ご自分が踊っている曲の構成について正しく理解し、それを口で言えるようにする、これをぜひ一つの目標にしてみてください。具体的な曲の構成の説明の仕方についてはこちらの動画でもアップしておりますので、ぜひご参考ください。さあ、それではガロティンの一般的な曲の構成についてお話していきたいと思います。今からお伝えする構成というのは、もちろん踊り手や教室によってまちまちです。なのでご自分が踊っている構成とね、ちょっと違うよっていうこともあるかと思います。僕が全国各地津々浦々の踊りの教室や生徒さんの伴奏して、あ、まあ自分の中ではこれが一般的な構成かなというので、今回解説していきたいと思いますので、あらかじめご了承ください。さあ、それらを踏まえた上でガロティンの一般的な曲の構成一覧にするとこんな感じです。それでは頭から解説していきましょう。まずはじめはギターのイントロから始まります。ほとんど全ての曲種はギタリストがその曲の世界観や速度感を出します。そして続いてはカンテサリーダ、歌い手の声鳴らしのシーンが入ります。続いてはエスコビージャです。エスコビージャとは踊り手の足技を見せるシーンのことです。力強いステップでリズムを出すあのシーンですね。そして一回止まったら続いては歌振りです。歌振りまたはレトラと呼ばれます。歌がメインの部分ですね。そしてその後はファルセータ、ギタリストがギターでメロディーを弾くシーンのことです。そしてその後はエスコビジャがあります。カンテサリーダのエスコビジャに比べるとここは少しね長いです。一般的な曲で言うとサビみたいなところですね。踊り手が足技を見せるシーンになります。そして一度止まって二つ目の歌振りが始まります。そしてその後はまたエスコビジャです。そしてその後はエスコビジャが終わった後はタンゴスのリズムになります。タンゴスのリズムというのは4拍子系のリズムでこのような感じです。1、2、3、4、1、2、3、4、ね、軽快なタンゴスのリズム、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、これに合わせてタンゴスの歌振りがあります。これが一つまたは二つ歌われて、最終的には吐け歌、すなわち踊り手が舞台上から吐けるための歌、退場するための歌が歌われて曲が終わります。はい、いかがでしょうか。これが一応の一般的な曲の構成になります。とはいえ教室によっては歌が一つだけだったりとか、ファルセータの位置が違かったりとか、ファルセータの数が多かったり少なかったりとかね、あったりなかったりとか、もういくらでもパターンがあります。が、一
応ね、この構成を一つ土台にしておくと、全然違う踊りや、構成を見た時にも、あ、私が知ってるのとあの部分がちょっと違うんだなというふうにね、一つ判断基準ができると、違う踊りや違う構成を見た時に、あ、私が知ってるのとちょっと違うんだなというふうに思えると思います。はい、まずは一般的な曲の構成といった時にパパパッと頭に思い描けるといいと思います。ぜひ参考にしてみてください。最後にお知らせです。僕は日本最大級のフラメンコ音楽専門スクール、ビバフラメンコ音楽教室を主催しています。趣味で楽しみたい方はもちろん、未経験からプロを目指したい方まで、年間100名以上の方にフラメンコギターやウクレレを楽しんでいただいています。少しでも興味がある方は、毎日無料の体験レッスンをやっていますので、この動画の概要欄からお申し込みください。それでは次の動画でお会いしましょう。おい。さあ、それでは今からアフタートークの時間でございます。ガロティンの思い出といったら忘れもしない踊り手がコルドベスというね、帽子をかぶって踊るもんなんですが、それがですね、なんか多分手が滑ってバーッと、なんか、僕の方に向かって投げられたんですよ。バーンって言われて、なんかね、どこだったかな、なんかちょっと体に当たってっていうのがね、あったりとかしたんですよね。多分その生徒さんめちゃくちゃ緊張したのかわからないんですけど、そのね、ソンブレド、コルドベスでね、こうね、ぶつかるっていうことがあったりしましたので、道具の使い方には注意しましょう。